はい、実家でもらった生活クラブさんのインドフルカレースパイスセットを使ってカレー的なものを作りたいと思います。すでにローレル入れたので、あとこれぶち込んでいきます。これ男の料理なんで手順はもうめちゃくちゃですが、はい、いきます。はい、ぶち込みました。チャイ用のマサラチャイ、マサラとかターメリックライスのターメリックも全部ぶち込んでます。じゃがいも2個と玉ねぎ1個ももらったんで入ってます。あと冷凍のなんか桃切ったカットチキンもも肉、鶏もも肉みたいなのもらったんで、それも最後に入れたいと思います。でこれちょっと煮込んでいきます。ありがとうございます。感謝です。愛してます。あのあと生活クラブさんのマシュを入れて今煮込んでいます。はい、鶏もも肉4個投入しました。これで低温で煮込んでいきたいと思います。いや、肉が柔らかくなるよう、固くならないように低温でじっくりいきたいと思います。はい、完成しました。ちょっとこれいただきたいと思います。ちょっと水っぽいですが、いただきます。自然の恵み、人の営み、感謝です。ありがとうございます。愛してます。はい、いただきます。お米、うん、結構カレーね、辛いかもしれない。すげえ辛かった。もうちょっと甘みが欲しいところですけど、砂糖とかヨーグルトとかないっていうか、トマトもらえばよかったな。あの家のミニトマト入れよう。後でいただきます。熱くて食えねえ。熱いよ。いただきます。うん、普通のカレーっぽくないけど、美味しいっつったら美味しい。辛い。熱くて肉が噛めねえ。いただきます。うん、ちょっと硬くなっちゃった、煮詰めて。はい、無添加カレーを食べて暑い夏を乗り切りたいと思います。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。愛してます。